はい、どうもふみちゃんです。今日はね、これから静岡の方に行くんですけども、この動画が上がるのが7月20日の予定ですね。本日からね、夏の18切符シーズンの利用期間が始まりましたね。で、18切符をね、使用する方は大概ね、この静岡県を横切る方は大概静岡県が一番大変だとね、思うと思います。それでね、今回は静岡と浜松を往復するんですけども、行きはね、東海道線在来線のみで行きたいと思います。で、帰りはね、新幹線で最も早く帰ってこれる光号で帰っていきたいと思います。どのくらい時間が短縮できるか検証してみたいと思います。
東海道線普通列車に乗りまして静岡駅までやってまいりました。途中ね、間15駅ありますが約70分、今日ですね73分ほどかかっております。帰りはね、新幹線ひかり号に乗って浜松まで戻りたいと思います。さて、どのくらいの差が出るでしょうか。本号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この電車は
ご利用客様にお願いいたします。ご利用になりました座席のリクライニングは元の位置までお戻しいただきますようご協力をお願いいたします。乗り換えのご案内です。東海道線失礼いたしました。小玉661号新大阪行きは15時55分に降りました同じホーム6番線から発車いたします。東海道線下り豊橋行き15時45分4番線から発車いたします。次の浜松では7分ほど停車いたします。15時37分の発車までしばらくお待ちください。浜松を出ますと次は名古屋に停まります。ご乗車ありがとうございました。浜松です。 We are arriving at 浜松 station. The doors on the left side will open. We stop for 7 minutes at 浜松. The departure time is 3:17. はい、浜松駅に到着しました。静岡から浜松までは新幹線光号で1区間19分で到着しました。在来線に比べるとね、約50分強のね短縮になります。大幅な短縮がねできます。18切符で静岡県を横断するという方はね、部分課金するならば僕はこの静岡と浜松間に課金することをお勧めいたします。はい、これからね18切符をね約1ヶ月半ですね利用することができます。僕もね今回5回全部使い切る予定でいます。皆さんぜひ18切符でねいい旅に出てください。夏は観光シーズンですね。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。